皆さんこんにちは。こんにちは。大黒天に挑みたいと思います。強いボイゼとダッキーでお願いします。マミルトさんどうぞいらっしゃってください。お弁慶とダッキー、似たような、似たようなやつ。弁慶とダッキーじゃないですよね。弁慶と、あ、弁慶とロイゼですね。弁慶とロイゼ行きましょう。もうド適正と呼ばれるような感じですね。です。ガチガチ頑張ります。皆さん、あの、手柔らかにお願いします。優しく、優しくお願いします。大黒天は難しい。手前さん、ゲットしてない？全くです。クリアすらしてません。ただめっちゃアルト使いやすい、あの子。これ右上から行ってよろしいですか？はい。ナイス。ありがとうございます。わー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 。ここ私入れないんで。むずいっすよね。そんな無理っすよね。もうた。まあ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 、まだ始まったばっかりでございます。3番手お願いします。プレッシャーだな。助かりました。ほっと一息。SS 貯めてた方がいいです。あのベロベロベをやっつけたいですね。あのよくわからないあいつ。ああ、素晴らしい。ワイワイワイ、ナイスナイス。これ完璧じゃないですか。やっべえ、薄すぎた。すいません。大したことない。ベースを貯めて慎重に行きます、はい、行きましょう行きましょう。慎重に行きましょう。この子倒しますよ。やべ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 。オッケーオッケーオッケー。ダブルロイゼが助かりました、助かりました。ああ、いいっすねいいっすねいいっすね。これ横でもどっちでももう行っちゃいますね。やったら下のあのあれ取っといた方がいいかも。こっち取っていきましょうか。ロイゼに当たっちゃう。取れるのかなこれ。取れるかも。おしゃ撃破です。バトル2へ行きましょう。右下行きます。あー、うん、おー、素晴らしい。私めこのアビリティロックを倒しましょうか、それとも右上。できれば右上を狙ってほしいです。左上ですね。あ、左上左上。こんな感じかな。しゃあ充実してる。なかなか今日は充実してる。充実、うん、好調好調好調。PS がもう満ち溢れてる今のところは。今のところはこの後です、大変なのは。そうか、うん、まだ。そしてあの右上の地雷が、地雷が近い。あー、ダメージでけえな。よいしょ。ポン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 。地雷回収 してもらえると嬉しいですね、うん、もしそれで倒したとしてもいいじゃないか。もしそれでお面を倒したとしてもいいじゃないか。いや、ここのお面はまだ倒して大丈夫なんです。あのボスと一緒に出てくるお面が倒したらダメです。タミルでいきますよ。あ、右上もう回収できないで、この後ロイゼ2人右上がっつりいっちゃうと、なんかいろいろ炸裂しちゃうかなと思って。 あの枝豆が倒しますか。
あ、うわあ、すげえ、すげえ、すげえ。次が第3でございますか。上ですね。さん、あ、私か。私のロイスだった。朝目のファイト。あ、まあ、いい。これぐらいでいきましょうか。お願いします。あ、そんなつもりはなかったんだ。お、え、復活って誰が復活してくるのこれ。あのガキ。なるほどね。あれ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 、ドン、わわわわわ、ボン。とりあえずもう右上と左下はとりあえずやっつけたいですね。うん、オッケー。おう、 うわこれ倒せないっすよねきっと。え、倒せ、あ、横感じゃ無理かな。あ、あれ意外と、意外とそうなのね。てかまあまだ中ボスですからね。素晴らしい、ワンダフォー。これまだガンガン行っちゃっていい系ですよね。とかこれ見たらあかん場所があったりな。下の方か。白箱、ここじゃないか。ああ、入れなかった。あれやべえ、下の方行っちゃダメなとこ行っちゃった。あ、セーフ。これ抜けれそうじゃないですか。でもロイズ素晴らしいね。うん、ロイズ強い。おうおう、はい、うん、ずれた。ふう、でボスか。まだか。まだだ。ああ、まだか。またこれね、右上と、あ、右下と左上のガキを。右下はガキが、皆さんが倒せると思うんで、左上を。先生、左上をお願いします。ちょっとずつ削る方向で。入れ。あー、枝豆スプラッシュまだ足りんかったね。うん、私めガキよ。はい、まあまあまあ、これアビリティロックとかいろいろ食らっちゃうと悲しみ。うわー、悲しいね。ワープね。オッケー。おお、素晴らしい。お、あ、めっちゃ食らいましたね。飛行を封じられてるから。やば。あとあいつですね。回復したいね。にゃー。なんかね、だいぶ削れないものかしらね。いや、でもいいダメージじゃん。あー、うん、うん、え、怖いね、HP 怖い。あ、セーフ。ハート分け。これって4273まだ大丈夫なのかね。恐ろしいの来るかな。まだまだ大丈夫か、うん、6秒、5、4、やべやべやべ、3、いい。ロイゼ強い。てかやべえな、HP やばくない？ HP やばいっす。なんか縦気味でロイゼと商品に当たってもなんか突破できそうな気しないですか、さっきの雰囲気だったら。
おお素晴らしい、やったよか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 った。次バトル5、ダメージオール出て切っちゃうやつだ。ダメージオール出るんだ。右上と左上にいるなんか鳥みたいなやつが出る。魔導士ね。そいつを倒す。このクソ、これどうだ。お願いします。オッケー、ざまざまざま、優しい。いけますかね。いけたら素晴らしいですね。いや、むしろ回復しとこう。お、全然回復できなかった。やってもらった。まあまあまあ、じゃあ次は私めがとどめよう。あやつめに、あやつにとどめよう。ふう、ちょっとほっと一息ですかね。そうですね。よかったよかった。あ、何この中に、なんか画面の上の方に全員で行け的なのありますね。あ、上に色的な。もう行っちゃってもいいですね。マグネトンさんが上の方にじわじわ来ますか。そこからもう弁慶なんで、弁慶、剣取っときたい。取っときたいね、取っときたいね、取っときたい。下まで行って上まで戻りますか。すごいよ。あ、結構な角度つけた。ロイゼを、あー、ロイゼ連れて行きたかったけど。あ、でもいいじゃんいいじゃんいいじゃん、素晴らしいんじゃないですか。さあ、ボス、うん、どうしたらいいんや。ガキを、ガキをまずはもう素直に Thank you。 こっからのお面もどっちも倒したらダメ。なるほど、片方ならまたその大丈夫。上に上がる感じですか。完璧じゃないですか。パーフェクトじゃないですか。でこれ下がりすぎちゃあかんってこと？お面を倒さないってことは横で多分殴るようになってます。横で殴る、こうやっても、もしくは縦か、横殴り、こんな感じでですかね。あお互いが答えのない、やべ、全員下下げてる、やべ、これ握手、やべ、何ターン目でしたっけ、その下に行っちゃダメなの。右下の4ターンか、その4ターン以内に倒せるのか。いや、分からんからちょっと上に上げときます。はい、やべやべ、あ、自分めっちゃ下がっちゃった。もう倒す方向、倒しましょう、よし全力全力。あ、弱点がいいところに。なんで入れ歯にしたのか。右下3、2、よし、チャンスあるよ、チャンスあるよ。ロイゼにも当たりたいね。当たりたいね、当たりたいね、それ当たるべきだよね、ロイゼにね。はい、フォーチャー。あ、でも次でいける、いったでしょう。この不吉な感じ、あれ、なんか私の端末が不吉。あ、なんか切れそう。あれ、おいで、帰っておいで。あれ、あっ、あっ、切断されてしまった。ここから見守ります。見守っておくれ。Wi-Fi に繋がってしまった。なんかな、この事務所の Wi-Fi がダメなんですよ。いろいろセキュリティが上がったらですね、そこから先なんかね、動きがおかしいんですよ。右下のガキを優先で。右下のガキ、これで入れるかな。
やばい、そっち、そう、あ、だめ、え、その、ここにお眠り、こっち倒したら、え、一番やばいやつ、顔起こっちゃう、やべ、マミュートンさんがいなくなった瞬間にこのやばさ、で、上の、その、人は、無視、あ、無視なんだ、倒せない、倒せないです、ちょっとずつ下がって、下で戦う、縦気味だと、あのお面やばい、回復もしながら、あ、下に下に行きたいんですね、壁からの横でドイゼの友情コンボは諦めつつ下まで、ふぅ、何やあいつ微妙な動きを、もう完全にがっつりこっち目でいいかな、お面から遠ざかる、それ逆に、リスクの一手、よかった、セーフ、なんか逆にこっち一周回ってガーンっていきそうな気がしたから逃げます、はい、あの上の人強いね、死なない人か、死なない、次攻撃たくさん来る、そうそう、もう SS 打っちゃいましょう、それ撒き散らし、撒き散らしちゃいますか、うん、次ヒーローゲージだし、弁慶と長飛残ってたら全然余裕です、どっちに撒き散らしますか、センスが問われる、うん、これでいいか、あーゲージ失敗した、倒しきれない、あ、やばいやばいやばい、あ、倒した、あ、いや、あいつを倒しちゃいましたね、多分次顔真っ赤になって出てくるはず、え、嘘、多分引きずるの、それ引きずります、え、引きずるの、ほらこれ、あ、これ、いや、だから怒ったら攻撃力めっちゃ上がっちゃうんで、そいつに攻撃される前に、あ、もう SS 倒しちゃう、巻き散らしで、下のガキを早めに、もうロイズ、こいつだけで倒す、え、いけるかな、そんなん無理じゃない、で、弁慶が次動きたいじゃないですか、右こっちこっちこっちから、はい、いやーやっちまったよ、もう我が一撃は勝利、あ、結構開いた結構開いた、これで、あ、邪魔だな、弁慶が弁慶壁に当たるたびにあのパワーアップするんで、下羽からの、そう、下羽からのこうとかな感じっすかね、で次張飛で多分結構いい感じに切ると思って、はいはい、結構削っとくだけ、こう薄めでもいいか、いや壁にはもっと当たった方がいいと思う、そうこれぐらいか、こんぐらいか、よし、本草氏には、怖い、勘弁してよ、もう、でもいい感じにさあ150万、下のやつも倒して、あ、やばい、あ、これ待って、壁、これ上ですよね、これそのままストレートに上で、あそこの、なんか怖がない、頭にぶつからずにいけるかな、事故りそうだから、壁でこっち側で壁で攻撃力上げた状態で上に1回でも当たったらいいなみたいな、マジ、どう、ま、たソロやから時間大丈夫です、ちょっと大島くんに聞いてみる、頭当たるかな、これ大島くん、すげえ、大島くん怒っちゃった、多分最後なんですけど、これ、はい、超飛、これ縦気味にこう打ってもいいかな、あー、いや、私いけると思う、頭当たる、いった方がいいんじゃないかと思うんです、いけると思うんですけど、上、事故りそうじゃない、大丈夫、いや、多分いけます、いける、いける、先生、行ってみていいですか、頑張ってください横でも、もう倒せないんで、横じゃ全然倒せないです、これ横でちょっとずつ上行って、うん、上に一回当たる、どうですかこれ、先生これどうですか、いいと思います、もちろんいいと思います、多分そのぐらいでいけると思うんですけど、行きます、あっ、もうちょい右だったか、でもほら縦でもあるし削れないんで、横でも全然削れないです、もうちょい右でしたね、結構ね難しいんですよね、当たり判定ちくしょう、大黒天の頭にやられたぜ、これ敗北だな、でも厳しいですね、
いやー、え、嘘、そっち。ちょうどあれですね、氷炭の氷炭、氷炭じゃないか、あの右の付け根ぐらいが反対しますよ。あそして今さっきも終わっちゃいましたね、入れない。むずいっすよ、大黒線は。ちょっと、なんか微妙に惜しかったっすね。チャンスはありましたね、うん、ロイゼ強くなかったですか。ロイゼめっちゃ強かった。道中がすごい楽だった。そう、やばいぐらい強かった。枝豆クラッシャー、枝豆クラッシャー、枝豆なのかなと。ありがとうございます。はい、大勝君ありがとうございます。大黒天、次回タイミングが合えばまた挑戦したいと思います。今回も私は、クリアならずでございました。ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。頑張れ。